SH-06A、ドコモプライムシリーズ SH-06A、ドコモプライムシリーズ SH-06A は、シャープによって開発された、NTT ドコモの第三世代移動通信システム、フォーマ端末である。ドコモプライムシリーズの端末。ここでは、派生の限定モデル、SH-06A、ナーブ、SH-06A、SH ネルフについても述べる。 SH-03A の後継にあたる、プライムシリーズのシャープ性端末で、カメラ性能が高められた、アクオス形態、アクオスショットのドコモ向け1号機である。回転二軸型のボディに、SH-03A よりも大きくなった3.3インチフルワイド v g a 液晶を搭載し、SH906i、SH-03A 同様、タッチパネルを搭載する。ただし、 メニュー構成が SH-04A 用のものに改められ、文字入力を含むほとんどの操作がタッチで可能になった。また、この機種からメインメニューと待ち受け画面を除くほとんどの操作で縦画面と横角を選択できるようになっている。ただしモーションセンサーは非搭載で表示方向の切り替えには対応機能において表示されている画面切り替えボタンをタップする必要がある。 メインカメラには、いずれもシャープ製のドコモの SH-07A やソフトバンクモバイルの 933SH 同様に、日本のカメラ付き携帯電話としては最高画素数の、静止画手ぶれ補正対応の約1000万画素 CCD を搭載。高機能 LED フラッシュも搭載し、ISO12800 相当の高感度モードと合わせて、暗所での撮影も十分に可能。 被写体に合わせて最適な撮影モードを自動的に判別して切り替えるシーン自動認識機能を搭載。料理モードではやや暗い場所でも色鮮やかに色調を補正することで料理をより美味しく見せる撮影可能となる。連写した複数の写真から1枚の合成写真を作成するストロボフォト機能を搭載している。バーコードや名刺を認識すると自動的に カメラモードを切り替えたり、雑誌等に掲載されている情報をカメラ撮影すると電話帳に登録される機能も対応。SH-03A と異なり、サブカメラが用意されている。こちらはフルワイド VGA の待ち受け画面サイズを撮影できる、用するため、約43万画素 CMOS とサブカメラとしては、高画素なものを使っている。周りからの覗き見を防止する。 シンベルビューがカラー表示に対応。ほとりもナビ対応のパイオニア製カーナビゲーションシステムと連携することができ、現在地をメール送信し、カーナビに案内させる機能や携帯による事前目的地情報設定を乗車時にカービに自動転送する機能を搭載。音声入力メールや i モード検索の検索ワードや地図アプリの目的地などを音声で入力が可能。 サラウンド技術にバーチャル 5.1CH 対応のドルビーモバイルを搭載。名刺リーダーで読み込んだデータを会社名別に表示できる電話帳会社名検索に対応。その他にデコメール、デコメ絵文字入力機能が強化され、テキストメールを簡単にデコメ絵文字を入れたり背景色を変えたデコメールにできる絵文字プラスに対応。SH-06A ナーブ SH-06ANLF は2009年6月27日公開のとのコラボレーションモデル。全国で37,500台の限定品である。2009年7月22日発売。機能面では s h a 6 a と同じだが、ナーブ換球品仕様のデザインが採用され、専用メニューやアイコンシェルなどのオリジナルコンテンツが内蔵されている。 エヴァンゲリオン新劇場版、派でも実際 SH-06A ナーブを登場キャラクターが使用する。映画のためにデザインされた特別仕様モデルで、安野秀明監督とエヴァンゲリオン新劇場版の制作会社であるタジオカラーが全面的にデザインに参加、全面監修している。緩急品仕様のメニューや街キャラなどの内蔵コンテンツや、序の サウンドトラック楽曲の収録や国武と名庁のフォントを搭載している。またキャラクターデザイナーの定本企業の作画を使用した待ち受け画面やメニュー画面、メールや音声の発着信画面を使用し、キボイスではエヴァンゲリオン新劇場版に起用されている、声優によるキボスなども搭載されている。ドコモのコンテンツでは、アイウィジェット、エヴァウォッチタイマーを内蔵。 さらに羊の羊くん、アイアバターメーカーなど、ドコモのコンテンツもナーブ特別仕様となっている。羊の羊くんが、り真寺のプラグスーツを着て登場する。当初、全国3万台限定販売として、ドコモショップで2万台、ドコモのオンラインショップと量販店で1万台を取り扱う予定であった。2009年6月5日にドコモショップでの予約が開始されたが、 限定予約台数に到達したため、その日のうちに予約を終了した。この時、客の殺到により、システムに障害が発生したため、予約受付方法を申し込め書によるものに変更していた。そのため、予約終了の時点で、ドコモは正確な予約数を把握できなかった。集計したところ、予約総数が2万件を超えていたため、関係者で協議した結果、 急遽7500台を追加し、すべての予約客に対応することとなった。また、オンラインショップでの販売は中止された。なお、s h a 6 a の派生モデルだが、ドコモプライムシリーズとしても、アクオスショットシリーズとしても扱われず、コンセプトモデルに属する。以下のアイアプリが購入時に端末にプリインストールされている。2009年7月30日に、 以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2009年10月27日に以下の変更と不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。